美味しいです。一生みくちゃんにラブ修行や。ああ好き、ありがとう。くみくんかぶせてる、ありがとう。知らない曲多いかなって思ったんですけど、まあずっと続くし一回限りじゃないから、そう、まあそういう曲もあってもいいかなと思って、これからね慣れていったら嬉しいね。写真集累計2万2000部でめちゃめちゃ売れててびっくりです。それが売れてるのかは分かりませんが、でもそのぐらい買ってくださった方がいるってことでめちゃめちゃ嬉しいです。ピザじゃなかった、なんかキムチ鍋か真っ赤って家族の中でなってて、おばあちゃんの誕生日におばあちゃんに作ってもらうのおかしいなってなったんでマックにしました。甘えてますこの子は、完全に俺に甘えてきてます。マックス、私プピプピやる？ね、破いちゃうからすぐ、ほらもう音ならへん、これはね音ならないのよ。あとね、かわいいかわいいね、お洋服とかもいっぱい。あった、もうならなくしたの。あら、病なんだけど。マックス、マックス病なんだけど。マックス、あ、イベちゃんです。マックスずっと見てるね。あ、怖い、ごめんなさい、怖い怒られちゃった。いやすぐね音鳴らなくなっちゃって、全く持って。怒られちゃった。ワンって、今日誕生日で50歳になりました。おめでとうございます、ダンディさん。いや無事初日を終えれてめちゃめちゃ嬉しい。無事に終えれたのね、何よりも嬉しいですし、楽しいっていう気持ちの方がねもう全然強かったです。めちゃくちゃ楽しかった、ありがとうございます。想像よりはるかに壊すスピード早かったね、みやちゃん。マックスね早いんですよ、マックスったら。家族もね見に来てくれててね、ありがたい、嬉しかったです。プレゼント開封もしていったんですけれども、本当にたくさんいろんなプレゼントありがとうございます。コップとか、あとこれとかワンちゃん用の何のやつだったりとか、いろいろ来た、ありがとうございます。お洋服もめっちゃ可愛かった、冬秋冬服とかね、めっちゃ嬉しかったです。飯田さん、タワーありがとうございます。飯田元気か、ソロ公演見てたか、ありがとう。見てたか、ありがとうな。飯田さんどこ、この公演最高でした、だって本当にありがとう、嬉しい。ミクキー最高やった、ありがとうございます。ねずっとやりたかったんですよ本当に、ミクキーは、ありがとうございます。ずっとやりたかったんですよ。ラベンダーフィールド最高。僕は大人だ、大人です、20歳になったんでね、
歌詞がやっぱいいですよね。ロンディネスクラブとラベンダーフィールドは結構歌詞重視ですね。ぶどう、希望についてが大好きすぎた。俺も全部自分でセドリ考えて、うん、大体のセドリ全部流れ考えて、これをどこに差し込むとかはどの方と相談して、あとは、まあ、マネージャーさんだったりとかで、この曲よくないとか、この曲どうとか、いろんなこと話し合って決めました。うん、あとは衣装問題が一番大変でした。なんかこの曲とこの曲とこの曲めっちゃやりたいんやけど、でもなんか衣装が全然合わないから、その曲ごとになんかみんなでダンスをやるとか、みんなでパフォーマンスを披露するってなっても、別に一曲一曲でメンバー入れ替えて着替えて出てくればできるのよ、成り立つんだけど、一人だから可愛い曲から次大人っぽい曲ってなった時に衣装とかが本当に大変で、だからね、ああいう形でまあその片思いね、女の子を描いたストーリーを仕立てのね感じの可愛い曲、そして大人っぽい曲、そしてまあかっこいいね曲だったりとかで、くしゃみでそうでやっていってたんですけど、はい、いい感じだったでしょうじゃないでしょうか。なんかさ、コールないからめちゃめちゃ不安でした。コールがないから、なんか今楽しんでるかな、盛り上がってるかなって、やっぱ一人に私にかかってるから、ダメでした。出ないんかい、くしゃみ出なかった。次こそは絶対行きたいな。次まあ10月かな、10月らへんかな、来てください。落選した方もね結構いるみたいで、ぜひ次来てください。お昼のお弁当は豪華でした。お弁当出ない、出るんだけど一人なんて食べたらダメなのよ、感染防止対策というか楽屋とかでもお弁当があっても、まあ、なるべくねみんなで食べたりとかはしないのよ。だからもう持ってお持ち帰り弁当です。持って帰ります、弁当は。で家で食べますね、で何かへかぶせる。あと親ね、びっくりしましたよ、まさかのさ親が当たるっていう、苦渋良すぎないか、あんな 何百人もおってさ、まさかの親っていう、びっくりしました。本当についてるね。ルックスはこれ食べちゃダメだよ、うん、怒られましたもん親に当てるなって知らないよって話だよね。私当てようと思って当ててないよっていう、本当にびっくりした。これプピプピ、なんていうことを、見てくださいこの残骸たちを。モマックスが紫のやつボロボロに、え、どこ行った、こうか、あはあ、やっちまってるね、もう痛いよっつってんの、これがもう、これはもう穴開いちゃって、もう痛いよっつってんの、これもうほら顔がね、顔がもう言ってるのよ、これもう痛い、やめてよっつって、こーわマジでプピプもうならへん、痛いよっつってんの、こう顔がねもう言っちゃってるから。マックス、マックス分かった、紫も好きなんだよね、よかったね。あんたこれもうこれも大事なやつやんけ、これもプビプビ鳴らすやつやんけ、怖えー、マジで容赦ねえからね、うん、プビプビ鳴らんね、ならないね、マックスね、うん、もうならない、プビプビ鳴らない、意味ないマックスね、ダメだよこれ、クマね、はい、ダメだよマックス、ならない、穴壊しちゃったからね、はい、うん、ということで今日はねソロ公演やっていってたんですけれども、緊張しましたよ。瀬戸里のコンセプトしっかりでメリハリあってめっちゃ良かった、だって、ありがとう。
嬉しい。明日のイベントが楽しみで夜しか寝れそうになるですね。夜も眠るんかい。夜以外も眠ろうとしてるんかい。明日はそう、HMV でね、そう博多でお渡し会があるんですよ。写真集のぜひね来てください。来てくださいってかもう抽選も当たってる人もうワックス。もう一個お母さん、お母さん、もう一個プピプピあげていい？他のおもちゃにする。そうだね、プピプピ絶滅しちゃうから、もうプピプピ送ってください。他のおもちゃがいいね。おもちゃね、なんだ、アイスだ、アイスだよ。マックショー、あぽぽ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 ぽシュー喜んでます。ありがとうございます、送ってくださった方。あ、楽しい楽しい言っとる。おお、どうしたどうした。え、もうやっぱマックスはプピプピやね。マックスはこれに目がいくんですよ。これにね、マックスはねプピプピが好きなのよね。もうね、新しいもの好きだからすぐ飽きちゃうの。マックスはね本当に目すぐ飽きるのよ、おもちゃに。でもプピプピだけはねめっちゃ好きなんだよね、マックスはね。よいしょね、マックスプピプピだけは好きだね。飽きるの早いから。はい、神公園来た。だってオタに似てるな。だってうーん似てるね。そんなことないけど、うん、秒で飽きてて草そうよ。うんうん、オタクと一緒って書かれてありますね。いやでもね、私のファンの方はね全然私に飽きないでずっと応援してくださってる方もいますので、まあオタクという括りでこう決めつけるの良くないと思いますね。はい、何もかもねもうみんな人それぞれ違うのでね。はい。希望についてはワイターだって。俺はミクリンに飽きたことないけどな。だってワンクさんとうるさいね。ダメよ本当にダメだよ。なんだそんな、なんでそんな顔すんの。ダメって言ってんじゃん。君どこ最初は入れてたんだけど、なんか他にもやりたい曲いっぱいあるしってな感じでやめました。あ、5期生の4人もね出てくださって駆けつけてくれてよかったです。うん、お渡しからお話できますよ。はい、枚数によってあの喋れる時間決まってますが、うん、あの東京の時は全然話せました。現地のケンさん、あの城ありがとうございます。タワーありがとうございます。ありがとう。でも今日家族来とってすぐ終わらなきゃいけないんですよ。でもなんかなんでもう長めに配信はしますが、ありがとうございます。ちょいちょい5期生見てたなんて言えない。そうよ、みんなねなんか5期生をちょい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 見ててさ、私あなたのこと見てるのにあなた全然私のこと見てないみたいなこと全然あったからね本当に。え、マックスプピプピやりたいの。でもこれでいいじゃん。これでほい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 、もうこうやって一緒、こうやっとけばいいんや、一緒。そうそうそう本当に、そういうギクギクじゃないよ、ギクギクじゃ本当に。ミクリンだけ見てましたよ。本当ですか？私だけ見てました。明日ね、嬉しかったです。でもめちゃめちゃやっぱ一人でやるのはすごい疲れました。ソロ公演最高だったよ。だってありがとうございます。新書、え、新書めちゃめちゃ可愛かったですよね。新書超可愛かったです。今もマックスに目移りしてる人いるよ。そうなのよ本当に。
ありがたいですね、銀一のけんさんね。家族が喜ぶわ。抱きしめられたらすごい好きでした。ありがとうございます。大人っぽさを追求していました。ぜひね、一回限りじゃなく何回か続くので、まあ、来たいなっていう方はお待ちしております。ラブレターのセリフのところ可愛すぎた、ありがとう。自分で考えたんですよ、どうしようかなっつって。もうお風呂入ったの。まだあのメイクだけ落としました。あのね、すっぴんがいいんです。すっぴんが楽で、メイクはちょっとなんか息できない感じがして嫌なの。ソロだと大変だと思いますが、お疲れ様でした。ありがとうございました。本当に楽しかったです。ということでね、もうね30分にはこの配信終わりたいと思います。はい。すっぴんに見えなかった、だって。本当ですか。だいぶ顔違うと思うんですけど大丈夫そう。マックス、プピプピが好きだね。大好きなんです、プピプピ。本当に プピプピするのは押すのが好きなんです。こうやって激しい気持ちいいか。飽きられてますもん、こちら。プピプピ押すの楽しいね。ミクちゃん頑張っちゃう。ミクの、これミクの、マックスのじゃないよ、これミクの。これはミクの、あ、ごめんなさい、マックスの頭にコツンと壊した。もうみこうやってくせく壊すんです、この子本当に。はい、いいお尻してるよマックスは。本当にマックスずっとプピプピを見ています。マックス、あーマックス、なになになに、分かった、今度送る。硬いやつでいった。あ、これならへんけども、待ってます。はい、ということでですな、そろそろお時間が来てしまったということで、はい、よいしょ、ランキングを読みたいと思います。追加ポペポペします。ありがとうございます。じゃあランキング読ませていただきます。13位はモンモン太郎さん、12位プトラベラ、レガワさん、11位は怪談さん、10位はニコちゃんマークさん、9位はピュ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 の呼吸、最近滑舌やばい、8位は雄大くん、7位は高幸さん、6位はさしなこじさん、5位は岡さん、4位はしんじくん、3位はラブミクリン、2位は飯田さん、1位は銀一のけんさん。ありがとうございます。マックスよかったね、でもピュピュピュ送ってもらってね、本当によかったね。あのプレゼントもたくさんありがとうございました
ネックレスとかお洋服とかコップとかプピプピとかお手紙ももちろん読んだしありがとうございました。明日は写真集の渡し会、あ、ケイスケさん明日渡し会で会いましょう。お、会いましょう。来る方ね、ぜひね会いましょう。ソロ公演もあるし楽しみですね。まだ何か欲しいものありますか？物欲ないんで全然ミクユに、ミクユに渡したいなって思うものでいいです。ただプペプペが欲しいみたいな、マックスはプペプペが欲しいですね。これね、ならへん、ならへんからもう、うん、こら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 、はい、もう好きすぎてねプペプペしてらっしゃいます。ソロ公演本当にありがとうございました。まあね、どんどん成長して、感想とかハッシュタグ田中美久ソロ公演とかで見てた、見に行くので今日寝る前にぜひ感想とか、なんかここ良かったとかここ良かったとか送ってください。はい、以上です。じゃあね、バイバイ。